はい、こんにちは。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は、ご視聴いただいている方から、まあ、アンプのこう、大きな部品を取り付けて、その後、まあ、ワイヤーですとか、抵抗、コンデンサー、そういったものを、シャーシの中にハンダ付けしていくんですけども、その配置を考えるのが難しいと、そういったご質問をいただきました。ですので、今日はちょっとその、内容について、お話をしてみたいなとちょっと思います。で、ですね、今日の動画の流れとしては、ここに、これ日本の、業務用のアンプなんですね。でこれはもともとオーディオ用のアンプではなくて、戦車とか、戦艦、そういったものに、砲台ってありますよね。こう筒の棒があって、そこから鉄球がボーンと飛び出して、まあ、何か狙う、攻撃するためのもの。まあ、日本の場合は攻撃っていうか守るためのものですかね。そういった砲台があると思います。で、あれ、砲台ってどうやって、狙いを定めるかっていうと、この、今、お見せしたですね、このアンプを使って、モーターを使って動かしてたんです。ガーッ、ガーッって動かして、狙いを定めて、バーンと撃つと。そういうものなんですね。で、それに使われたアンプが今、いろんな経路があって、まあ、ここに来ています。ですから、後半の方では、この中身を見ながら、まあ、ちょっと参考にしてみたいなと思います。で、前半の方は、今、動画を上げさせてもらった、私の、こちらのアンプの、まあ、裏を、そんなに、大した、配線ではないんですけども、こちらを見ながら、このアンプはどうしてこういう風に作ったかっていう話を、こう配線になったかっていうのを、ですね、一緒にお話しさせていただければなと考えています。それではですね、今日はちょっと立ってではなくて、机の方に座って、動画の方を進めたいと思います。はい、それではですね、まあ、部品のまあ、どうしてここについてんのみたいな話を、これからしてみたいなと思います。で、最初にですね、電源回路の方を話をしてみたいと思います。で、このアンプは、今、裏側になってるんですけど、こっち側がフロント側なんですね。で、ここに出力管と整流管とコンデンサーが並ぶように設計しました。で、これはなんでこうしたかっていうと、見た目がですね、アンプの正面側に大きい真空管が並んだらかっこいいかなっていうのを勝手に思ってやったんですけど、正直ちょっと違和感があって、やっぱり定石通りに、シャーシの手前側にはこういった電圧増幅管を置いて、奥側にパワー管を置くとか、あとは真空管は一列に並べるとかっていったデザインの方が、部品の配線をしてた時に、やっぱり意味、そういうものに意味があったのかなっていうのをちょっと反省したというかですね、まあ考えを新たにしたようなところがあったアンプです。で、まあ、まあそうは言っても、もうこれでシャーシを穴開けてしまって、部品も全部取り付けたんで、まあ最後まで完成させようっていうことで、このアンプは完成させました。で、それではなんで今こういう感じでついているかっていう話をちょっとしていきたいと思います。で、電源回路的にいくと、まあ、一番電源のコンデンサーってここと、この部分についてるんですけども、これは、この、整流管から出て、すぐのところのコンデンサーっていうのは、もう、私は大体電源トランスにつけちゃうか、ここの整流管のところにつけて、ここにすぐそばに、グラウンド落とせるので、ここに落とすことが多いです。で、このコンデンサーで落としたところが、もう、なんていうんですかね、一番、このコンデンサーに一番ノイズが乗っかっているコンデンサーですので、これのマイナス側っていうのはすごく汚れているので、間違ってもここに、信号系のアースを一緒につけるような配線はしないように気をつけてはいます。で、部品配置を決めるときは、基本的にはやっぱり大きな部品から決めていくっていうのが一つと、部品をたくさんつけるところっていうことを気にしてつけてます。で、あとどうしても一番最後につけるのは、このカップリングのコンデンサーですね。は一番最後につけるようにしてます。っていうのは、
これって結構音のチューニングができる部品なんで、最後につけてあげた方が交換しやすいんですね。だからまあこれが最後に取り付けられるようにしていくといいのかなとは思います。で、私の配線があんまり良くないのは、どうしてもこの最短距離配線をしようっていうのにいつもこだわるんですね。そのために、ソケットにこういう部品、抵抗とかコンデンサーの足を直接つけたがる癖があるんですね。で、無線と実験とかラジオ技術の、ライターの方の記事を、アンプの裏側を見てみると、あんまり直接つけてないんですね。結構、例えばこのアンプだと、ここのところちょっとリード線がいっぱいあるんでぐしゃぐしゃっとしてますけど、こういうスペースの空いたところにしっかりラグを立てて、そこに部品をつけて、電線でこう持ってくるんですね。で、そういう風に配線した方が多分もうちょっと、整頓されたようなアンプにできるのかなとは思います。やはり、よく、見るパターンは、この出力管用の、自己バイアスの抵抗っていうのは、このアウトプットトランスの裏側の面積が広く空いたところに配置される方が多いのかなっていう風には思います。で、今回は、そういう風にしなかったので、このパワー管のソケットのすぐそばのところに、この一番大きな部品をつけるようにしました。で、その次に大きい部品っていうのは、まあ、こういう、デカップリングのコンデンサーになってくるので、これをどこにつけようかなっていうのを結構考えて配線をしていったような形ではあります。ですね。あとは、作るときに私が気をつけているのは、この、信号系の配線とヒーターの配線と、この赤い部分が B 電源の配線になるんですけども、これをできるだけ近づけないようにするっていうのは、心がけて配線してます。特にここの入力端子からボリュームに入ってきて、でボリュームから初段のグリッドまで入る部分っていうのは非常に、信号レベルが小さいですね。まあ、この CD からボリュームまではそんな小さくないですけど、入力からボリュームまでは小さくないですけど、ボリュームから、最初のグリッドに入るまではすごく小さなレベルの信号になっているので、ここで、例えばこういう B の回路とかヒーターの回路と近づいてしまうと、誘導でノイズを拾ってしまう可能性があるので、必ず離すようにします。それと、こういうふうに、まあ、これ電線と電線だとすると、平行していると、隣の電線からノイズをもらってしまいます。もらわないようにするためには直行させるんですね。だから、こう、どうしても、近づけないといけないときは、平行にしないで、こうやって直行するようにしてあげたら、乗りにくいですので、そういうことを考えて、ワイヤーの配線をしていくといいのかなとは、思っていつもやってはいます。ですね。あとはですね、気をつけるのは、パワー段とか、あとは、まあ、前段でもそうなんですけども、グリッドに直列に抵抗を入れる時があります。1キロとか、大きい数だと5キロオームとか入っている時があるんですけども、その時は、ソケット側のリードを非常に短くする必要があります。これはあんまり、この時に作った時あまり短くちょっとできなかったんでしてないんですけども、リードをできる、ソケット側を短くしてあげないと、規制発信用の抵抗は意味がなさないんで、小さくしていただいて、短くして、ソケット側ギリギリでつけると、非常にいいです。それからですね、もう一つ配線するときに気にしているのは、高圧の回路と、信号の回路とがあるんですけども、こういうラグ端子で使う場合ですね。ですね、ちょっとカメラを動かしてみたいと思います。ちょっとごめんなさい。例えば、こういうふうに、まあ、今回の例ではなかったんですけども、部品をいくつかこうやってつけていくときに、例えばここが B 電圧だとして、隣には必ず信号のレベルの低いものは持ってかないで、もしここに B をつけたら、ここのグラウンドの端子があるんですけども、こっちのシャーシとつながっている。その反対側につけるように私はしてます。それか、ここでもやったんです。ここに B が来て、こ
こうグラウンドにしてるんですね。そうするとこっちのその反対側に信号系をつけてもこっち側の B のものが乗らないんですね。ここグラウンドですので一回きれいになるんですね。だからそういうこのラグ端子使うときも高い電圧と低い電圧が、まあ、高い電圧と信号系がすぐ隣に来ないようにするなど、気をつけて配線されると、よりですね、まあ、いい感じのアンプができるんじゃないかなというふうに、思っています。そうですね、まあ、あとはですね、もう信号の流れを意識しながら部品の位置を考えていけば大体きれいに配線できるんじゃないかなとは、思いますので、まあ、その考えながらやっていったらいいかなと思います。で、いきなりこういうところにつけてやるのが難しいようであれば、原寸大で紙に書いて紙の上に部品を並べるといいと思います。これ例えばこのフリクションとかのボールペンを使えば一回紙の上に書いて並べていって、あ、場所が合わないなって言えばこれ簡単に消してね、また書いたりできるので、そういうものを使って、事前に配線方法をイメージしてから、実際の配線に入るとかなりまたそのやりやすさっていうところが変わってくるんじゃないかなと思います。まあ一応これで私の、まあ、素人のですね配線は一応こちらにしたいと思います。でこの後ちょっと業務用のプロの方が作られた、シャンシの中を見てみたいと思います。はい、こちらが、最初の動画でご説明した、まあ、砲台を動かすためのナイキアンプっていうらしいんですけどアンプの、中身になります。でこのアンプではこういう抵抗を取り付けるためのラグ板を使ってますね。でここからワイヤーでソケットに配線するようなやり方をしています。まあこういう大きな部品を特にリード線のものではなくてこういう端子の部品を使っているので特にリード線でこういう形に止めています。ちょっとカメラを動かして中をもうちょっと細かく見ていきたいと思います。ここがですね、これ入力トランスがここについてるんですね。で、ここが、これパワー管、これプッシュプルの回路になるんですけども、これパワー管のソケットが2つついてます。こういう感じでついてます。で、こっち側が、電圧増幅段の部分です。でも、ね、ソケットに部品が、直接、まあ、こう1個ついてるの、ここも1個ついてるのありますけど、これ多分、五極管接続にしてるのか、三欠にしてるのかは、ちょっと細かい回路までわかんないんですけども、その分の抵抗だと思いますので、こういうものは直接ついてます。ただ、ね、リード線の部品をここに直接つけてないんで、非常にこう、中がスマートな感じで見ることができるかなと思います。ここも、これ、多分フィルターの回路だと思うんですけども、ここもやっぱり、ソケットにあまりつけてないですね。こういった形です。で、ワイヤーも、こういう形で、これ、糸で結線してるんですね。今は、まあ、ちょっと、ここまでするのは、する方もいらっしゃるんですけど、私は、結束バンド使って、ナイロンバンドですね、使ってやってますけど、まあ、こういうものを使ってやられるのもいいんじゃないかなとは思います。これもだから、流れ的に言うと多分こちらから入ってきて、ぐーっとこっちこう出てきて、ここが多分出力のソケットになってるんだと思うんですよね。そういう形で、まあ電気の信号が流れるように、うまく、配線されたアンプになります。まあ、こういうものもですね、まあ、参考にっていうかね、このようにはなかなか作れないですけども、頭に入れておくと何かこう作るときに、ああ、そういえばああだったな、こうだったなっていうことで参考になるんではないかと思います。はい、本日の動画は、以上になります。まあ、何か皆さんのですね、アンプ作成される際の配線の参考に、していただければ幸いです。まあ、私の動画ではこんな形で、まあ、真空管の回路の話とか真空管アンプを組み立てる時の、まあ、ちょっとしたアイデア的な話、
を中心に動画として、アップロードさせていただいてます。もしよかったらチャンネル登録していただいて、また良い評価も入れていただければ、動画作成の励みになりますので、していただけたら嬉しいです。また、次の動画で、お会いしましょう。ありがとうございます。